こんにちは、粟田洋介です。今日はこの水彩色鉛筆で絵を描いていきます。この間秋葉原で待ち合わせをして、その時駐車場があるからヨドバシカメラで待ち合わせをしました。やっぱり都心の駐車場は高いですね。5000円以上買い物して1時間無料になるということで、36色の色鉛筆を買ってしまいました。48色とかっていうのも欲しかったんですけど、36あればいいかなって。2段になってて、こんな感じでいろんな色が入っています。でもその待ち合わせは私が早く行き過ぎたので、1万円買い物をして2時間ということだったので、結局駐車場代を少し払うことになりましたが、でもこんな色鉛筆を買うきっかけになったので良かったと思います。でも色鉛筆の他に水彩絵の具も混ぜながら描いていこうと思います。なんかここまで描いたんですけど、この両手が目になるって感じに分かりましたね。ここは目玉にします。私は結構1960年代のポップな感じのサイケデリックな絵ってあるじゃないですか。そういうのがすごい好きで、別の作品にも結構そういうものから影響されて描いたりしてるんですけど、なんか目玉とかでっかい口とかそういうのなんかそういうのは避けてたんですけど、これ YouTube で好き勝手に描いてるものなので、ちょっと1960年代のポップな感じをイメージして、ちょっと目玉とか口とかそういうのが出てくるような絵にしていこうと思います。ここまでは色鉛筆だけで描いたんですが、続きは水彩絵の具も使っていこうと思います。
もうちょっと線が濃い方がいいと思ったので、線をちょっとなぞって線を濃くしていきます。紙の乾いたところと濡れているところで描くので、鉛筆の感じが全然違います。で乾いたところで、ちょっと仕上げの線という感じで描いてみます。線がね、濡れると薄くなるんでね、私は線がはっきりした絵が好きなので、こんな感じでいきます。はい、では絵が完成しました。これはゾウさんの飲み物というタイトルです。この色鉛筆、濡れたところに描くとこんな線になるし、乾いたところに描くと普通の色鉛筆みたいになるし、色によっては濃い色なのにこうやって濃く出なかったりとか、いろいろあります。で、なんか水彩絵の具も混ぜることによって結構濃い色が出たりとか、水彩絵の具の良さと色鉛筆の良さを両方持ったこの色鉛筆ですね、これは。面白いです。で、これ先週買ったやつなんですけど、実は20年ぐらい前に人にもらったこの同じブランドの水彩絵の鉛筆を持っていたんですけど、前はそんなに好きじゃなかったんですけど、今結構気に入って使ってるんで、こっちもこっちも両方使っていっぱい絵を描いていこうと思います。ということで今回の動画は以上です。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さよなら。